金魚の病気の一覧は、金魚が疾患する病気の一覧。そもそも金魚は天然に賛するものではなく人間が人工的に作り出し大切に保護してきた動物である。ため、人間の手が加えられている品種であればあるほど、自然への適応能力は非常に低い。そのため病気にかかりやすい。逆に、原種とされる船に近いワキ金などは、ズボラな飼育環境でも、 力強く生き延びる。金魚を飼う際は、病気への十分な知識を持つことが重要である。疾病の発生要因の多くは、ストレスに由来する。フレキシバクターカラムナリストの細菌に感染した、ものである。核ヒレの先端が白くなり、重症になると、尾が腐る。そのままにしておくと、尾から出血してしまう。重症になると治療が困難になるため、 早期発見が必要になる。細菌による感染するパーツによってヒレされ、エラされ等と呼び名が異なるが、内容は同じであり、まとめて腐敗症と呼ばれることもある。初期症状は、体表の艶がなくなり、症状が進むにつれて、鱗が腫れ上がり、松ぼっくりのように逆立つ。エロモナス属細菌の感染後、寄生体や細菌類が繁殖し、 鱗が発石脱落神ンピロ質筋肉ロ質と悪化していく。致死性は低いが、干渉魚としては見栄えが悪い。専用の薬があるので、隔離して薬をくさせる。また、水温を25度以上にして自然治癒させる。最も普通な魚類の病気の一つであり、原生動物の白天虫の寄生虫病。致死性、伝染性。 進行性のいずれの点でも、寄生虫病では最も危険な病気。下記のイカリムシと蝶のように虫が外部に張り付くのではなく、上皮組織内に入り込んでしまうため口実のように薬剤の効きが悪く、治療が困難。水温25度以下の状態でかかりやすく、水温、水質の変化等の急変によって、体力の落ちた魚体に寄生する。 白天病にかかった金魚は、水槽のガラス面や砂などに幹部をこすりつけるという、動作をよく見せる。4日から5日の周期で寄生魚体より分離して、増殖寄生を繰り返す。寄生している間は、薬は効かないため、投薬にはタイミングが重要。一旦、白天が消えても、水中で増殖している、可能性があるので油断は禁物。 白天病で死んだ魚を気づかず放置しておくと、寄生虫が大発生し水槽全滅の危険性もある。外部からの白天中侵入を防ぐためにも購入した。金魚は4から5日隔離して、様子を見ることが必要。怒り虫という寄生虫が固着する。固着部が腫れ、出血することも少なくない。稚魚は死ぬこともあり、生魚でも衰弱する。 この病気の場合、患部を硬いものに擦りつける動作がよく見られる。ピンセットなどで抜き取ることも可能だが、傷ができないように。イカリムシの頭部が魚体に残ることがある。エラに刺さったイカリムシを抜くと、同時にエラ内部の組織が破壊され、確実に死に至る。目の近くに刺さっているイカリムシを抜くと、目玉が取れてしまう。エラオ類の腸という寄生虫が固着する。 ウオジラミとも呼ばれる。水槽のガラス面や砂などに幹部をこすりつけるため、体をさらに痛めてしまうことも少なくない。吸血する際に毒液を注入し、金魚に多大なストレスを与える。大きいため直接除去できるし、駆除剤もあるが、卵には効かないため、ろ過剤と砂利を交換、洗浄して、卵が孵化するたびに根気よく駆除する必要がある。 水槽に浄在している糸状菌が、魚が弱っている時に付着繁殖して、綿毛のような群落をなす。水カビが、体表に寄生することで、細胞膜の浸透圧調整機能が破壊された。結果として死に至るため、水槽に塩を入れて、浸透圧を調整することで延命が可能。 水温20度以下になると発生しやすくなるため、秋以降ヒー,ーターでの水温調節が予防に有効である。転覆病を発症した金魚前後の浮き袋のバランスが崩れる原因不明の難病を。横転、あるいは完全に転覆して、徐々に終わって死んでいく。完全に浮上転覆してしまうと、空気に触れた腹部がただれてしまい休止することもある。 乱中のような丸っこい金魚ほどかかりやすいが、和金のように原種に近いものでもかかる。水温を徐々に摂氏30度くらいまで上げれば、初期の転腹病は、ほとんどの場合感知する。が、先天的な内臓異常など個体によっては、成長に従い必然的に発生する場合があり、その場合の感知は難しい。転腹病のうち、 急激に飼育水槽の多くの個体が発症する場合は、金魚ヘルペスウイルスによる増血期系の異常とする説が一般的で発生した水槽で摂氏35度4日間の小温処理をすると他の個体への感染や発症を防げることがある。ただしこれにより治療した個体は人の HIV キャリアのように金魚ヘルペスウイルスのキャリアとなり、 子供やウイルス未感染の個体へウイルスをキャリー、しまき散らす恐れがあるので留意が必要である。他の要因としては、いわゆる、淡くい行為により、体内に空気が溜まること、水質悪化、驚かすことによるストレスにより浮袋調整がうまく、いかなくなると、様々な要因が考えられる。文字通り、カラムナリスキンの感染症で、 グッピーやエンゼルフィッシュのオグサレ病の原因といった方がわかりやすい。グッピーのオグサレと同様強力な組織の妖怪を引き起こす。水槽に塩を0.5%入れておくと予防に有効。常在菌のエロモナス菌の引き起こす病気で魚が弱ると感染し2種類の症状がある。一つは松つかさ病で鱗が逆立ってしまう。もう一つが 赤斑病で皮膚や鱗に皮下出血が見られる。魚が急激に弱る。いずれも皮下組織の病気で根気よく治療する必要がある。ピンポンパールに特有の病気。主に腹部や微部の皮膚に風船状の水泡が複数発生する。血液状の液体で満たされた血腫状の膨らみになることもある。 ガマガエル症候群という呼び名もネット上では散見される。原因は不明だが、エロモナス属細菌の感染によるものであり、松カサ病がピンポンパールの硬い鱗のために水泡状を呈するのではとの推測もある。難治性で致死率も高いとされるが、滅菌性の薬剤により悪くさせて2週間ほどで治癒した報告もある。ありがとうございます。